お洋服かわいい、嬉しい。お洋服似合ってる、嬉しい。今日は赤チェックです。こんばんは。事務所、いや今日はホテルにいます。お仕事が終わって、そう、ご飯を食べて今です。そうなんですよ。コーヒーもなるままありがとう。日帰りじゃない、そう日帰りじゃない、今日はそうホテルに泊まっております。ありがとう。赤チェック、そう可愛いよね。私赤チェックとか金系さ超可愛い。AKB さんみたい？確かに確かに確かに。猫ありがとう。ハートもありがとう。これはロングワンピースなんですよ。ちょっと大きいリボンになってる。ロングワンピース、ギンガムチェック、ギンガムチェック。うん、服だるまもありがとう。嬉しい嬉しい。みんながいいよってすごい言ってくれる。あ、そう、今日はあのヤンマが発売日です。皆さん見ましたか？私はまだゲットしてないんですけども、ちょっとはい、早くゲットしないと。買ったよって、ありがとう、見たよって、ありがとう。ちょっとオフショットがまだ全然載せきれてないので、はい、載せたいと思います。インスタの方にもね、ちょっとゆっくり載せさせてください。すいません。そう、見た？ウェブ版も、そう嬉しい、見たよって、 M 版もありがとう。無料も有料も見ました、さすがです。お腹見えてた。そうなんですよ、お腹出してた。そうなんですよ、腹筋、腹筋あった。私ありましたか。ありがとう。へそなかった。おへそ出てなかった。千穂さんはおへそあった。私はおへそがなかった。おへそは見せないでしょ。え、だから私はガチでおへそないんですよね。本当に本当にないんだよね。ね、実はおへそがさこの辺にあるって言われたらどうしますか。
まいちゃんへその位置絶妙よね、いつも見えないよね。へその位置絶妙って何マジでへそどこにあんの、どっか行きました、コンシーラーで、あの溝を、うまい、ありがとう、埋めてるってなんだって、埋め立て、み、え、溝、おへそ埋め立て、髪色明るく見える、確かに暖色系の照明、これがここに照明があります、ビヨーン、首巻いてる、マネージャーさんが巻いてくれました、そうマネージャーさんが髪を巻いてくれたんですよそう、ありがとう、そう私を担当してくださってる、そう女性のマネージャーさんがいらっしゃるんですけど、そのマネージャーさんがもうヘアもできてそうなんですよ、ヘアメイクもできちゃうんで巻いてくださいます、可愛いよねこの巻き方めっちゃ、そうなの、ちょっとウェーブの外跳ね、髪短くしてから久しぶりに巻きました、いい感じでしょ、メイクは自分、もうね東京来たら一番の楽しみはもうご飯なんですよ、本当にご飯を何を食べようかなっていつも考えて、よくウーバーを見るんですけど、今日はちょっと食べてみようと思って、食べに行ってみようと思って、そうちょっとテクテクしたんですよそうでラーメンを一人で食べてきました、そうマジで30分ぐらいで一人でラーメン食べて帰ってきました、日高屋、え迷ったんですよ、なんか日高屋に行こうかなって最初迷ったんですけど、そうちょっと別のラーメン屋さんを冒険してきました、何ラーメン、あの、ね、家系を食べようと思って家系の前まで行ったら家系が閉まって絶望して、で横に
進んでって、そしたらなんかホルモンのラーメン屋さんがあって、そうホルモンラーメンってのを食べて帰りました。なんかちょっとピリ辛、うまかった。しかもさ、赤いけんさ、あの白い服だったら嫌だけど、赤い服だからなんかあんまり気にならずに食べた。でもこれおきちゃんから借りた服なんだよね。汚してない、一個も汚してないよ。絶対飛んでる。飛んでないよ、ちゃんと洗うから。匂いついてないよ。ありがとう。おきちゃんに言っておきます。やめてください。ハトになるのは。ハトにならないで。伝承バトにならないで。私から言います。どうしてまいちゃん来てるの？なんか今日は私服が必要ってなって、で昨日知って、え、やばい、どうしようってなって、でなんかロングの丈がいいなってずっと思ってて、そうで迷ってて、どうしようかなどうしようかな、ロングの丈うーんって思ってて、そう、そしたらおきちゃんが私のを貸してあげるよって言ってくれて、でマイキュー持ってないの？いや持ってるけど、なんか最近ショートスカートを買ったかも。ショー、なんかロングワンピース最近持ってなかったの。そうで私が貸してあげるよって、可愛いよね。おきさんと背結構近い。おきちゃんって何センチなんだろう、 158 とかかな、159とかかな。私が163です。そんなに変わらん、4センチぐらい。でもメンバーで服貸し借りは結構できるかな。おきちゃんとはよくするかも。あと1ヶ月で1000日だよって言ってる。マジ？本当だ。嬉しい。1000日だってさ。
ね、お祝いしようね。え、てか千日って 3年はないか、2年半ぐらいなんかな。いや3年ぐらい、え、その嘘、それは嘘、2年、あ、これ今ハートくれたのさ、清水梨紗子かっこ ST48 研究生って書いてある今日誕生日の梨紗子ちゃんですか、おめでとう。ハッピーバーデーおめでとう。まいちゃん呼びお願いしとこう。はい、それではね、まいちゃんと言ってくださいね私のことはまいちゃんと呼んでくださいね、お願いしますね結構大丈夫ですか、こんな来た人みんなに私のことはまいちゃんと呼んでくださいありがとうございます、おめでとう。19歳、おいくつ、え、19歳、そう3期生の梨紗子ちゃんです、バレー仲間ですって言ったく、そうバレーやってて、かわいい、頼む、ありがとう。もうラストティーンや、まいちゃんさんあ、なんかさ、やっぱちゃんにもさんをつける、まいちゃんさんまいちゃんさん、まいちゃんさん、ちゃんさん、ちゃんさん、のんちゃんさん、ありちゃんさんと一緒、確かに、ちゃんさん呼び、のんちゃんさんとかはそうだったな、すごいめっちゃコメント打ってくれてるんだけど、コメント打ってくれてる、大好きって言われたよ、もうあのね、私ね、あ、そう、ちょろいんですよね、だからさ、なんかあのダメですね、困りました、そうなんですよ。3期生はね、最近ツイッターを始めたんですよ。皆さん見てみてください。そう、超最近、1億人にバズれだったっけ、ハッシュタグ。あ、バズらせろ、え、バズらせろ、どっちだ。え、バズれ、バズらせろ、え、バズれじゃない、あれ、バズらせろか、どっちなんだい、どっちなんだい、
滝行してた？すごいな。私なんか滝行とか、だから体張る企画あんましたことない気がする。唯一やったのはスラックラインぐらいかな。なんか体張った記憶あんまない気がするんですよね。うん、滝行寒いだろうな。バンジーでやったことない。まいちゃんの滝行見たい。え、滝行見たいってえははん。お湯がバシャバシャ来たらいいんだけどな。水なんでしょ？お湯がいいな。お湯だったらもう喜んでやるかも。お湯行。おきちゃん、おきちゃん、おきちゃんお風呂でさ滝行してさ、まあ、お風呂行してさやれなんか前やってたよね。あのお正月、お正月じゃないか、年末わかんない、前いや、あれバンされなかったの？バン、バンはされてない。お風呂はバンされるけど、服着ててもなんかあのたまにバンされるかもしれない。浴槽がダメ？そうなん。でも私さお湯入ってない浴槽で配信とかしたことあるよ。普通にそうなの？お湯入ってないとセーフなんかな。そう、同室だったりしたらやるわ。私バン、いやあるかな、あるかも、分からん。もう寝落ちはないかも。え、どうだろう。あ、寝落ち、なんかさイベントやってた頃はさマジでめっちゃ寝落ちしてたんですけどね。寝落ちっていうかさ、配信しながらよく寝てた。なんかもう現実なのかわからんくなってさ、夢の中で星投げとかしようよね。夢の中でも配信みたいな。え、気絶、もうそうだよ、睡眠の、寝るじゃなくて気絶だった。なんか意識飛ぶみたいな。なんかもう、え、私今寝てたっけみたいな。眠すぎてね。かわいい、ありがとう。時間無制限きつかった時あった、マジで。ご視聴ハートありがとう。過酷、うん、
そんな時もありましたね。その時代もありましたよ、本当に。ショートスリーパーじゃないですよ、私は。超ロングですよ、もうベリーロングスリーパー。ベリーとロングってくっつくんかな。もうロングロングスリーパー。ありがとう。もう出ないの？え、イベント？やらないと思うな。すごい、まつげ 3D って言われた。今日はね、時間がね、ちゃんとここに出てるんですよ。23時45分。よいしょ。アップルウォッチあるよ。あるけど今日つけてない。違うんですよ、今日ちょっとお仕事でそっとつけてなかった。今の心拍ドキドキドキって早いです。なんか暑い。なんでかっていうと今暖房が27度。マジでこれ心拍測るようにしか使ってないんだよね、本当に。本当にマジで心拍専用になってます。お、103。心拍よ、うん、どんな機能ある？これ LINE も返せます。 LINE 返せるし、通知もここに来るし、 PayPay もあるよ。あとは電話とかはしたことないんですけど、電話もあるし、アラームもあるし、天気もあるし、マップもあるし、いろいろある。
音楽は多分あれがないと聞けません。あの Bluetooth のイヤホンとか、あの何ですか、こう線が線につながってないやつ、そういうイヤホンじゃないと多分使えない。 AirPods とかだったら使える。本体から流れんかな、え、流れんと思う。 Bluetooth、 そう、ワイヤレスイヤホン、それそれじゃないと。ワイヤレス持っとらんの？持ってない。私ね、あの絶対有線派なんですよ。そう、持ってないんですよね。でも最近なんかまひなさんが使わせてくれたあのアップルのヘッドホンがマジでガチですごくよくって、本当にノイキャン、え、もうやばいよあれ、本当にもう、もうすごいぐらい、本当にマジでもうすっごいの。本当になんかね、いろんなモードがあって、なんか音を全く聞こえんように、周りの音が全く聞こえんになるやつとか、自分の声だけ取り込むモードとか、なんかいろんなモードがあって、買いそう。いやちょっとね、これはお値段がね高いですよ。でも確かにお値段だけあるなって感じの、もうすごい。人気らしい、大人気。本当にいいの？うん、いいよ。ちょっと試してみてください。お値段以上、アップル？お値段以上ですよ、お値段以上。お値段以上ニトリ、お値段以上ニトリ、なんかさ、お値段以上って言うからさ、値段以上するのかと昔思っててさ、全然値段通りだった。値段通りっていうか、お値段書かれた通りの金額だった。マジで本当にお値段以上、書いてある値段以上するのかと思っとって、お値段以上ってなんで言うんとか思ったら、お値段以上のあれなんですね、その質とか。値段通り、そう、書いてある値段を払えばもらえるっていう、ね、気持ちわかる。え、思うよね。え、だから昔はなんでお値段以上って言うんやろうってめっちゃ思っとった。お値段以上すると思っとった。そう、品質、お値段以上。うん、高いの売りじゃなくて、実はいくらでしたみたいな。か、書いてありますけども、実はこの金額です。大変申し訳ございませんでした。違いました。
ありがとう、初見さん。中村舞です。愛媛県出身です。55、ありがとうございます。山賀のかっこよさ、え、山賀かっこよかった？なんかさ、でもクールな表情がやっぱ多いですね、こうなんかグラビア系になると。うんうんうん、アンニュイ？すごい、もうみんなが超褒めてくれる。美人、綺麗、もう嬉しいです、本当に。そう、なんか笑顔が見たいですみたいな人いっぱいいるんですよ。あんまね、歯を出さないんでね、ここで見せときたいと思います。歯です。スクショタイム？違います。歯を全部見せる、え、やってた。私さ、メンバーとかによくやってた、歯を全部見せるやつ。あんまりショールームでやったことないと思うんだけど、メンバーに歯全部見せてた。あとメンバーと目が合ったら恥ずかしくてよく変顔してた。なんか恥ずかしいんだよね、なんか目が合った瞬間。だから歯も全部見せて、あの変顔もよくしてた。見せるときに何か声かけるか、うん、もう黙って見せるよ。58分、これ合ってる。59分、お、間違ってるわ、1分遅い。やばい、誕生坊。はじさん、りょんきゅうさん、なっつんさん、とおるさん、おっさんずさむさん、くまねパパさん、福太郎さん、プーさんさん、シーサーさん、きなぺこさん、まささん、やまちゃんさん、サンキュー、あおいとりさん、ありがとうございました。おやすみなさい。明日もしかしたらお昼頃に配信するかもしれません。結婚してありがとう。ダルマもハートもありがとう。おやすみなさいませ。昼休み、お昼時にね。